お花紙でとっても簡単にできるラナンキュラスです。お花紙を2枚重ねにして半分に切ります。切ったお花紙を2枚重ねにしたまま蛇腹に折ります。ここでは6等分の蛇腹折りにしていますが、間隔は適当で構いません。蛇腹折りができたら真ん中で切ります。それを半分に折って真ん中をホッチキスで留めます。お花紙2枚でこのパーツが4つできます。2枚重ねになっているお花紙を広げて真ん中を指で押さえます。残りも同じようにして開いて、お花紙の切れ目が縦横縦横となるように置きます。パーツの真ん中に液体のりをつけて重ねて貼っていきます。中心がずれないように気をつけましょう。貼れたら手を筒のようにして花をまっすぐに押し込み、根元を軽くつまんで出来上がりです。重ねて貼るパーツの数を変えると花のボリュームが変わります。このままでもいいのですが、絵の具を使ってもう一手間加えるとグラデーションのきれいなラナンキュラスになります。花の根元をつまんで水溶きした絵の具を外から中へ塗っていきます。花びらの先の方だけ塗りましょう。全体に塗れたら乾かしておきます。黄色い方は絵の具をもっと薄めて塗りました。こちらもよく乾かしておきます。葉っぱも花と同じように屏風折りにして作ります。半分に折ったら先の方約1センチの深さまで細かい切り込みを入れます。真ん中をホッチキスで留めて開いたら手の中に押し込んで根元をぎゅっとつまみます。花と組み合わせて飾るとこんな感じになります。茎がないので台紙になるものに貼ったり箱に詰めたりして飾りましょう。ラナンキュラスは色が豊富です。お好きな色でたくさん作り華やかに飾ってお楽しみください。